断片的に登場するバスクペロタ、バスクボールは2003年にスペインで制作されたドキュメンタリー映画。脚本、監督はバスク人の不利をめでむ。この映画の意図はバスク地方に存在してしばしば暴力的となる、異なる政治的立ち位置の架け橋となることである。そのため監督の不利をめでむは対談を拒否した。 組織同士があたかも対話しているかのようにフィルム上でインタビューを編集した。問題の背景についての文脈が欠如していることからバスク紛争についての前提知識のない観客はこの映画を理解するのが困難かもしれない。この映画がバスク問題に精通した人々向けに描かれていることは明白である。この映画にはバスクが関連した。 いくつもの映画の断片が使用されており、イーデューネ、マディスタ・ビルバイナ、エルメ・イラス・ゴデ・バスターチェ、アラウンド・ザ・ワールド・ウィズ・オーソン・ウェルズ、ペルターロ、オグロ、パロータ、バコス、時間切れの愛、4 1ーツ、ヨースなどが用いられている。またインタビューやア洗いの選手の映像を頻繁に挿入している。このドキュメンタリーの大きな争点の一つは、バスク問題の二つの主体者、 国民党の現職議員とバスク祖国と自由の活動家が対談インタビューへの参加を拒否したことである。この映画は完成後にサンセバスティアン国際映画祭に出品されたが国民党議員は映画祭の主催者に対してこの映画の適合性について再考することを要請した。彼らの対談インタビュー拒否が理由でこの映画は不完全なドキュメンタリー映画となった。 この映画は、双方の側から公に批判され、バスク人であるメデムは、国民党側からは、ETA の代理人、ETA 側からは、スペイン軍の代理人であるとして非難された。実際に、インタビューを受けた人物の中で、フォロイルムアのイニアケエスケラとゴツオネモラは、メデムに、インタビューの撤回を求めた。彼らは、メデムが、スペインの治安警察と警察を拷問者とみなし、 ETA や ETA の支持者を被害者とみなしているとして非難した。このような抗議が行われたが映画の公開日が差し迫っていたために彼らのインタビューは残された。映画公開後、バスク地方の歴史についてより深く理解できる計7時間3枚組に編集された特別版 DVD とスペイン語の書籍がリリースされたが7時間版 DVD に フォロイルムアのインタビューは収録されていない。原則として映画が公開された2003年時点での役職を記している。特別版 DVD には以下の人物のインタビューが収録されている。ありがとうございます。